どうぞあのお客様さえいたら始まりますから。いいですよ、まあ気楽に聞いておいてください。あのチケットを販売してるわけでね、あの広告を出してるわけじゃないですからね。まあきっと音を出してたら上からお客様が降りてくる。え、何ですか何ですか。遠くだと多分響くんでしょうね。まあ音楽ですから多少響いても大丈夫だと思います。いい音楽を聴いたら免疫が強くなるんですね。そういう気持ちで聴いてもらっていいと思います。マリアの命の歌、ね、楽しめてますか。まあ無理しないでくださいね。あの音楽も好みがありますからね。モーツァルトが、胎教にいいっていうことをよく言われますね。モーツァルトを聞いて、ね、まあ免疫を強くして帰ってもらいましょうと思ってます。モーツァルト一曲。
ど、どうも楽しめていただいているのか不安です。ちょっと親しみやすいやつやりましょうか。オカリナという楽器がありましてね、これでそうですね、よく知られている歌謡曲なんかやったら、馴染むんじゃないかな。ふるさと、ね、日本の方ならみんなが知ってる簡単な曲ですけど素敵な曲です。お客様よかったらどうぞこちらへ、ね、田村正香と申します。まあ宣伝で、ここでやらせていただきます、ね、ぜひ、覚えて帰っていただいて、
YouTube がありますからね、 YouTube を通して応援してもらったら嬉しいかなと思います、ね、さあどうぞどうぞ、何かのご縁があってこうやってお会いできたんだと思います。ようこそ田走へ、ようこそ、8時45分くらいまで、やろうかなと思いますんでね、楽しんでいってください。田村まさかと申しまして、田村まさかさんのそっくりさんなんかでね、多少やっております。モノマネやってましたらね、少しだけテレビに出てやってます。まあまさかさんももう亡くなってしまいましたけどね。で私は音楽家です。ピアノを弾いたり、今日はオカリナをね、主に聴いていただこうかなと思います。このオカリナという楽器は簡単ですからね、よかったらお客様もやってみたらいいかもしれないですね。まあ、そんな気持ちにも、なりやすいかな、うん、さて、竹内まりやさんの命の歌、聞いてください。申しまして、何かのご縁があってこうやってお会いできたんだと思います。普通のコンサートと違ってね、通りすがりのロビーコンサートです、ね、チケットも販売してないし宣伝もしてない、ね、
今日はね、田村正香を覚えていただいて、ね、今コロナの影響でもう2年ぐらい経ちますけども、私らの業界も全ての舞台がなくなったんですよね。最初はもう随分悔しかったんですけども、私はたまたま網走に暮らしてまして、ここのロビーだけはあったんですね。まあ、もちろんその勢いが激しい時はこのホテル自体が休館になる時もありましたけどもね、非常事態宣言なんかでね、その時はまあやむを得ないんですけども、まあ少しずつですけども、お客様にこうやってお会いできる、お会いできて一応舞台ができる、その中で田村正香を覚えていただいてね、今無理がないのは、ね、会社関係 の、 その営業とか商売そんなものもパソコンでつながったウェブ会議なんかでね、済ましちゃったりしてね、まあ、時代が変わろうとしてるんだと思いますよね。だから私ら音楽家もそれこそ矢沢永吉さんでさえコンサートができない状態なんですよね。もう無理があるんですよね、そういうのでね。だからYouTube を通して応援してもらうのが一番自然なのかなって気はします。だから田村まさか覚えやすいと思いますんで、YouTube を見てください。そうすると好きな時間で好きな量だけ見れるんですよね。モノマネが見たい方、ね、モノマネのコンテンツも上げております。テレビに出ていた時のシーンも上げております、ね。ピアノが好きな方はピアノのシーンもいっぱい上げてます。ね、今日はオカリナを主にやるんですけどもね。そういうことで、田村まさかを検索して、後で思い出していただければ嬉しいかなと思います。さて、中島みゆきさん、糸。Thank you.
ありがとうございます。実はピアノ2つあるでしょ。これはね、よくあるじゃないですか、その弾き語りとかね。私ピアノ弾きますから、今まではずっとその録音してカラオケを作ってやっておったんですね、ギターとかピアノとかね。でもね、やっぱり生の伴奏で生のオカリナでやりたいなと思っておったんですよ。そしたら私の先輩がね、ピアノあげるよっつってね、このちっちゃいやつくれたんですよね。このピアノは実は自動演奏機能がついてる、鍵盤が動いてるでしょ。これ生の音なんです。だからめちゃくちゃいい音でね、聞いていただけるんだよ、ね、そうなんだよ私です、ね、私ですこうしたら雰囲気が出るでしょ、ねね、これ本当にそうなんです。カラオケでも十分な今音響の音がいいからね。だけどやっぱり実際にピアノが鳴ってるんだよ、ねね、一人でそれだけやってるんだからね。このぐらいやってるのはね、実は坂本龍一さんぐらいしかいない、ね、坂本龍一さんの高さんといったらね、グランドピアノ2つ操ってますからね。ああ、それかっこいいなと思ったんですよね。さて、続けます、中島みゆきさんも天才ですね、本当にね、もう一つねリクエストがあって、最近のお気に入りがなんですけども、あるとある、ドキュメンタリー番組ので使われてるということで、みんな知ってると思います。ヘッドライト、テールライトっていう名曲があります。聴いてください。今年のお客様もね、このホテルは多いんですけども、北海道の歌、ね、次は、そうそう、田中邦衛さん、北の国からをやろうと思うんですけど、田中邦衛さんも亡くなってしまいましたよね。とても残念です。大好きな俳優だったんですけどね。田中邦衛さんに捧げます。
がとうございます。ね、いい曲ですよね。ここは網走ですよね。網走から海岸線を北にずっと上がっていくと湧別、そして紋別、もっともっと行ったら稚内とかね、あるんですけども、紋別の手前に鴻舞鉱山って昔あったんですよね。金が取れたらしいね、鴻舞鉱山ね、宮川博さんという作曲家が、そこの鴻舞鉱山の冬の景色を、ね、歌にしてダークダックスに歌わせたらめちゃくちゃヒットした、ね、もう分かると思います。銀色の道、やってみたいと思います。これを作ったその宮川博さんね、ヒット曲がたくさんありましてね、こんなのもいかがかな。恋のバカンス、ザ・ピーナッツがヒット。ああよかったよかった、そのね、知ってる年代で若い方知らんからね。
やっぱりそうやってね、喜んでいただくとね、嬉しいですね。でもいいよね、なんだろうね、こうやって音楽っていうのはね、そうやってね、楽しんで感じられた人にはね、免疫が強くなるんだよ。そうなんだよ、本当に、ね、だからね、今日ここのね、田村正和氏を見てね、あ、よかったなと思えた人は、ワクチンの3本目ぐらいの効果がある。ところがですよ、なんじゃこれはって、つまんねえなっていう人には全然効果ない。そんなもんなんだよって、本当に、ね。さて、ジブリという映画がありましてね、ジブリに使われている曲っていうのは本当によく吟味されてて、このオカリナの可愛らしい音がね、よく似合うんだ。隣のトトロにしても何にしてもね。それでね、私最近思うんですけども、ジブリが本当によく考えてるなっていうのは、あの松任谷由実いるでしょ。松任谷由実は若い人知らないよ。昔々荒井由実だったね。昔々荒井由実だった、荒井由実だった頃のヒット曲を今使ってるんだよね。だからやっぱりそのセンスがやっぱりすごいなと思いましてね。それでは、荒井由実の曲をジブリから持ってきたいと思います。ルージュの伝言。私も実はね、そうなんだけど、こうやってね、足腰が元気なのはいいよね。いや、本当そうなんだよ。足から参るんだから。私はね、去年スノーボードでね、ちょっと変なこけ方してね、半月板やっちゃったんだよね。だからあれ治んないらしいんだよね。だからもう時々ね、カコッとる。今年できるかな、やりたいんだけどね、本当にね、参ったな、本当に。さて、古い曲なんだけど、
何年か前にね、朝のドラマで取り上げられたあの小関裕二さんっているんですよね。で、私全然知らなかったの。ちょっとだけ年代が違うのね。へえ、そうなんだ。ところが作品を聞いたら、あ、知ってる知ってる、あ、これも知ってる、あ、これも知ってるってね、本当に名曲ばっかりなんですけど、お気に入りです。高原列車はよく聞いてください。これは踊る曲と違うね。会場がシーンとしたらさ、面白くねえのかなと思うからね。だからやっぱりなんか反応があるってことは喜んでくれてんだよね。そうなんだよね。ありがとう、本当に。きっとお客様、いい免疫がついて帰るよ。うん、大丈夫だよ、ね。さて、さっきそうそうジブリの話をして、ジブリをやろうと思ったらちょっとなんか話が変わっちゃったんだけど、ジブリいい曲いっぱいあるんですよね。もう一つ荒井由実の曲がありまして、荒井由実の飛行機雲を最近また やってるんですよね。飛行機雲を聴いてください。どこ行ったかな。
ね、あの色をやるんですけども、あのジブリの中で一番なんか年齢層を超えて、あの年代を超えてなんかあの喜んでもらってるなっていう曲がこれじゃないかなと思うんですよ。天空の城ラピュタの君を乗せて聴いてください。オカリナはね、あのピアノなんかと比べてね、値段も安いし簡単だしね、お客さんもね、お家帰ってひょっとスイッチが入るかもしれないからやってみたらいいよ。あの楽器屋さんで7000円ぐらいで売ってるからね。あのそれでね、私オカリナ奏者としてオカリナを楽しむものとして大事なことを伝えておきます。これ音痴です。めちゃくちゃ音痴です。なぜかって言ったら、これ何なんだろうね、陶器ですからね、焼き物なんですよね。800度ぐらいの高温で焼き上げた、まあ、植木鉢みたいなもんですよね。だから何なんでしょうね、楽器屋さんで売ってるんだけども、もうことごとく音痴です。本当私もね、もう悔しい。まあただ私はあの、自分で調律しますからね。あのルーターっていう工作機械で、あの穴を調節して調律してるわけですね。お客様がね、その楽器屋さんで買う場合に、ね、注意が一つ、音痴だったら交換してねって言っとく、最初に言っとく。後からはね、なかなか言いづらいです
ね、だからいい心の優しい人をね、泣き寝入りしてね、3個ぐらい買ったりしてね、3個ぐらい買ったら1個ぐらいいいのあるかもしれないね。まあそんだけね、あの本当何なんだろうね、いい楽器なんだけど音痴なんだよね。まあそういうわけで、あそれでその心配がないように、私はねこれを販売してます。今はねこの8000円ですけどもね、あの 440Hz でチューニングしてますから、すぐコンサートができますね。このピアノ買おうと思ったら大変ですよ。1個250万円しますからね。1個250万円ね。だからオカリナはやってみたらいいね。8000円でオカリナ始めて、あそうそうそう、大人気コーナーがあるんですね。オカリナがこんなに素敵なんだよっていうことを、1分でわかるオカリナ講座、もうやっちゃいましょうかね。1分でわかるオカリナ講座、こうやって持ちます。あこの持ち方はリコーダーと同じ、縦笛と同じ、裏はね親指です。いいですか。じゃあ遠いところから順番に指を離してみてください。ね、覚えなくてもいいよ、順番に離してもいい。それでオカリナがいいのはドレミファソラシドだけだったらダメなんだよね。その上も下もあるんです。聞いてみてね。ね、だから音域広いんだよね。お客さんもやってみたらいいです。ね、本当にあのこれはね、ふるさとみたいな日本人ならもう心に染みてる曲があるでしょ。ふるさとだったらね、2、3日頑張ればできますからね。ふるさとができたら介護施設か老人ホームにね慰問に行ってあげたらいい。めちゃくちゃ喜ぶよ。本当に今日は忙しいから1曲しかできないからまたねっていや本当だよ、ふるさと1曲できたら本当に喜ぶんだから。まあまあまあそういう話でね、オカリナはいいですよ。さてこんな、あれなんだろうな、人気の曲なんです、古い曲ですけど、枯葉、本当きっとね何かのご縁があって、お会いできたんだと思います。田村まさかっていうんです。知らなかったでしょ、ね、で今日覚えて帰ってください、ね、図がないだけ
覚えやすいでしょ。図がないだけ、田村まさかって、ね、そしてね、言うんです、帰ったらね、友達にね、あんた、田村まさか知ってるか、ね、知らんって言いますからね、知らんって言った時にね、何、あんた、田村まさか知らないの、ね、ね、常識ないね、ね、それこそインターネットでもう検索してごらん、ね、言ってごらん、そしたら、田村まさかすぐ出てきます、ありがたいことに、田村まさかずさんと並んで出てきます。ね、そしたら、私の YouTube がありますからね、モノマネのシーン、それからピアノのシーン、ね、ギターのシーン、いろんなシーンがありますから、もう YouTube を通して、応援してくれたら嬉しいなっていうお話でした、ね。さて、最後はね、この曲やっぱり人気があるんだよね。コンドルは飛んでいくでお別れしたいと思います。これはね、オカリナにぴったりじゃないかなと思います。今日は来てくれてありがとうね。覚えておいてね、3年に1回くらい思い出してくれたりね。本当にありがとうございました。ね、今日は本当もダンスまでしてくれてね、ありがとうね。ね、本当に、いや嬉しいよ本当に。まあそういうわけでね、時々思い出してください。田村まさか、ね、そして YouTube を押して、YouTube を見て、いいね押してください。ね、ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。